し味のハイチュウ。ハイチュウのや抹茶八つ橋味。これやば。そうそうそう。ちょっとやばくねっつって。地雷だね。はい、ワンピーガーに座ってるのは、ありがとうズビガガ、ゴンちゃん、ホタル。ありがとうさんは、クレジさんですね。対するはゴンちゃん。ガト TOP 先頭入っちゃったが、すでにその3分の1はなくなっている。ゴンちゃんは TOP を真ん中に配置。さあ、連携うまく使って画面端に押し込んで、ガト側としてはどうするか。さあ、ここで単発、ガーキャンからゼロキバー。これは体力半分近く減ってしまう。竜巻コマンドということで、かなりガーキャンしやすいんですが、それでいてこの威力ですから、それがガトの強さの一つですね。おっと、ここでゼロキバーです。かなり痛恨のミス。フーガー、キューガー。さあ、ハキシャガード。これは重なっていないっぽかったが、ゴンちゃんちょっと動いてた感じですね。アトキャン仕込んだんだけど、仕込みが失敗していたのかな、といった感じですが。さあ、1ラウンド目は、クレジガード、ラウンド2。噛んだ人、しかし、その後、追撃が入らず。さあ、単発ヒット確認はできないが、さあ、ショージャン D から転生ランキングを決めて、このランドは先制していくのはゴンちゃん。さあ、西覇気差し込み。ゴンちゃんなんか聞いたところによると、西の単発ヒット確認ができるらしいので、基本的に西から覇気差を打ち切りは危険なんですが、ゴンちゃんはその心配はないそうです。どんだけだよって感じですが。さあ、カツがスカったところに小美客置いてあると、ゴンちゃん取り返してファイナルランド。さあ、これは小足からゼロキバー届いてしまうが、このワンチャンでも TOP 先頭配置しなかったことにより、ゴンちゃんの TOP は残っている。まあ、ガト戦はこういう考え方は重要でしょう。さあ、ジャンディーから、チャッキャンヒット確認の潜在、転生ランキー、射場台駒投げ決まって、暴れ読みの、置き込みが立つストライカーですね。さあ、騎士。おぉ、できるーガーキャン。ああ、暴発だったそうです。高集団の逃げを許さないガーキャン立場だと思って、すごいうめえなと思ったんですが、単なる暴発だったそうです。最後はフーガの派生がです。それにジャンエース差し勝って、勝利したのはゴンちゃん、ホタル。さあ、ワンピーガーに座っているのは、ポリ・ループ・ケビン。ツーピーガーが、新村くんのジェニー。ポリ・ループさんは、まあ、いわゆる、リンゴムですね。さあ、ほふく、それを投げてレースに返していくが、結局位置関係、この状態。コーパン2回から1枠にトラップ、ローターまで入らない。まあやはり立ち回りはジェニー有利なんですけども、ジェニーは使うのが難しいですからね。プラス、ケビンのワンチャン破壊力と、そのワンチャンの当てやすさが相まって、かなりやばいと。めくり、これは美味しすぎる。歩いて潜在ガトリングの前まで入ると、もうあの体力だったら確実に殺しに行くしかないでしょう。1ラウンド目は、ポリループ。5番トラップローターと、これはバフルズ飛んでアニマドマゼル決めるが、まだ死なないどころかティオピンにすら入らない。まあ、当然アニは逃げ上手なんで、あの状態になってもティオピン確認から一気に殺し切ることはできない。そしてこれはお手軽5割コンボ。勝利したのはポリループ。じゃあ最後の試合ですね、ゼロ回戦。ミックス。なら、ガチで勝ちに行くなら、ライアかチビコでしょう。まあ、どちらかというと、ライアの、どちらかというか、完全にライアの方がお手軽で、超高性能キャラなんで。なおかつ、使ってて面白いというね。闘技伝承やる方は、ライアおすすめですよ。まあ、そんな話をしつつ、ゼロ回戦最後の試合ですね。第3試合、ワンピガがミックさんのグリフォン。ツーピガがカルティケア君のドンファン。
まあ、ガルチ契約はなんか先ほどの試合見せたら10連勝オーバーの勝利を積み重ねていましたが、まあ、その勢いでここも勝ち上がれるか。ファーダーミックスさんは大幅体力リード、焼却差し込み空投げ、さあドンファン追いついてきた、コパンで固めて雷鳴山は2段目だけ食らってしまう。さあ2リー差し込み、エンディ使ったところしっかり差し返していく。これはスパドンが出なかった形だ。下がったと見せかけて焼却、しかしジャスティスアリゲンで投げられて、これは追いつけない。1ラウンド目は枯れてきてやドンファン。さあこうなるとガゼンドンファン側が有利に立ち回れる。グリファンドスはさあ投げて潜在、これは珍しい、これはジャスティン・アリケン出なかった形。そこで飛翔脚暴れがしっかり決まって、ドンハンは無理をしない、完全に待ちの体勢、スーパージャンプで逃げ出して、さあ投げ漏れの禁止も当たっている。スーパージャンプ中はジャストはできません。押し込みたいが、まあ無敵技のクセに持ってますからね、ゲージがなくても切り返し能力はあると。さあ勝利したのはカルティケア、ドンファン新しい味のハイチュウ、完全にネタっぽくて買ってしまいましたね。さあワンピーが座っているのはゴンチョンホタル、ピンクカラー、ツビが座っているのはコンタさんのホタル、グレーカラー、ティオピーは対照的な設置、ゴンちゃんが先頭、コンタさんがラスト。このラウンドリードを奪っているのはコンタホタル、バックステ読み白書しっかり決まる、しっかりこれセットプレーを許さない天心賞、発生2フレの無敵技、ゲージ技を除いたら最速の発生の打撃技というか必殺技ですね。上段下げ暴れ神田人、さあ着地に対してコパンを重ねていくゴンちゃん、このランドは1ラウンド目と打って変わって大幅リードしているのはゴンちゃんを取る。さあ総昇進の隙に対して西天蓮儀、さあ最後に TOP 配置したわけですからね、そこから爆発力にかけたかったがそれを許さずゴンちゃん取り返し前になるランド、小判2回から一声に拍手は届かない。さあ立ち回りに自信があるからこその TOP 先頭配置だと思いますが、ここまではそれがうまく生きてる形。おばんこびがく、おっとどうした、ちょっと悩んじゃったのかな、拍手を打つか歩き、潜在転生ランキー打つかっていうところだと思いますが、さあこれはもうゴンちゃん完全に削りの形、コパンからコミュニケーまで打ち切ってしまった。あの状態だったらノーキャンセル転生ランキーが確定コンボになったんですけどね。最後クタクしっかり